次ですね、病前性格について、説明、しなさいというね問題です。どんどんいきます。冠状動脈性心疾患になりやすい、行動様式のことを、なんとか行動様式というというようなことですね。はい、次でですね、タイプ A 行動パターンについて、説明、しなさいという、ね、問題です。でまあ、こっちも同じですね。よく出ますね。タイプ A 行動パターンについて、説明しなさい。まあ、大学名とか気になる方はおっしゃってくださいね。まあ、これね、大学名最初から入ってるとなんかそれがなんかこうバイアスになっちゃうじゃないですか。あ、ここね、自分には関係ないやとか、そういうんじゃいけないんで、まあ、あくまで品質問題ですからね。こういうのが、この分野はこういうことが問われるんだっていうのを分かってほしいんで、どんどんいきますけど、ポジティブイリュージョンについて、説明、しなさい。まあ、心理アセスメントの、質問手法と投影法の比較をしなさいというような問題ですとか、心理アセスメントについて、説明しなさいとかですね。どんどんいきますよ。心理アセスメントの意義について、述べなさい。論述問題ですね。心理アセスメントにおいてインフォームドコンセントを行う目的と留意点について、述べなさい。続いていきます。心理アセスメントに関する記述で正しいものを一つ選びます。選択問題ですね。1、心理アセスメントの方法には大きく分けて観察法、面接法の2つがある。2、反構造化面接は、質問内容をあらかじめ用意しない、面接法である。3、参与観察とは、クライアントがありのままに活動しているところのみを観察する方法である。観察や面接による評定ではしばしば主観的判断を伴うさまざまな誤差が生じる。この誤差による誤りの一つにハロー効果がある。5、心理アセスメントはクライアントの適応的な側面にだけ焦点を当て、クライアントを理解しようとするものである。うん、って感じですね。次です。心理アセスメント業務におけるフィードバックには、検査・面接などの対象者本人への直接的な伝達と、検査・面接などの依頼者、例えば他社の専門家や、医師などに対する、報告書などによる伝達の2種類が含まれる。さて、この2種類の、結果伝達について両者の結果、両者の共通点・相違点を明確にした上で、それらの、効用と限界について、述べよう。で、次ですね。心理アセスメントにおいて、幼児への対応と大人への対応について方法論上の共通点と相違点について具体例を挙げて、まあ、説明しなさいというような、問題ですね。ですね。次ですね。心理療法における心理アセスメントには何かについて説明し、心理療法における心理アセスメントとは何かについて説明し、その意義と、留意点について、論じなさいというですね。心理アセスメントとは何か、さらにアセスメントに用いられる面接法、観察法、検査法にはどのような、技法があるのか述べなさい。